はい、今日はマーベルチューンのアドトラックマーベル展特別使用車開けていきます。正面のパッケージはもうなんかこれ日本っていうよりもアメリカっていう感じのデザインだね。で、横はこんな感じで、お、上から見るとマーベルって書いてあるね。はい、で、開けると、お、これはなかなかかっこいいんじゃないの。おはい、じゃあデザイン見ていきます。一番目を引くのはこの横のデザインだね。キャプテンアメリカとかスパイダーマンとかいるね。アイアンマンもいます。後ろはこんな感じで、お、こっちはまた違うんだね。マンガチックな感じだね。で、正面から見るとボンネットのところにはマーベルコミックスって書いてあるね。で、上の部分はこのパッケージの部分と一緒でマーベル、すごい迫力あるね。日本には走ってないような車の形してます。で、タイヤは特にサスペンションはないんだね。で、後ろが開いたりとかそういうギミックはないです。で、後ろの部分はトミカ2017アドトラックマーベルって書いてあるね。で、このトミカはマーベル店で先行発売されてるやつだね。2017 4月7日から6月25日の六本木ヒルズ展望台東京シティビューっていうところで開催されてるんだね。で、このトミカのシリーズにこれからこのマーベルチューンのシリーズが出てくるんだね。で、一番初めにこのマーベル展特別使用車の先行発売があって、7月からはスパイダーマンのアドトラックだね。これもかっこいいね。で、スパイダーマンのマスクドキャリーとかっていうのもあるんだね。で、アイアンマンとか、あ、これもスパイダーマンだね。で、アイアンマンのデザインとかね、こういうのがまた7月から発売されていきます。で、このマーベル展特別使用車っていうのは品切れ状態が続いてるんだね。入荷しては完売、入荷しては完売の繰り返しだね。やっぱりこうデザインがかっこいいから人気になるんだね。はい、今日はトミカのマーベルチューンアドトラックマーベル展特別使用車を開けてみました。また7月からのこの新シリーズも買ってみたいと思います。じゃあ今日はおしまいです。